三日日みかん三日日みかんとは、静岡県浜松市北区三日日町産の、雲んしゅみかんのことである。三日日みかんの果樹園江戸時代中頃、紀州藩の那智地方から三日日町、平山地区の山田渡る江門のが、紀州みかんの苗木を持ち帰ったのが始まり。その後天保年間に、三日日町、平山地区の加藤ゴ兵衛が、実の大きい、 雲州みかんを三河吉良地方から導入し、奇襲みかんに代わり、雲州みかんが栽培されるようになった。明治時代に入ると、雲州みかんがみかん園としてまとめて植えられるようになった。1920年に専人技術員として中川宗太郎が赴任し、防風林として、薪の木を利用すること、小もかけ、消毒、剪定などの技術を指導した。こうして、 三日日地域に未完栽培が普及し定着した。第二次世界大戦後は国有地の払い下げを受けるなどして第一次と第二次の二度の開発計画により新しい未完園が拡大造成された。その他、排水口などの基盤整備や共同販売体制の構築なども実施された。2002年の統計では栽培面積1550ヘクタール。 生産校4万500トン、産出額80億円であった。j a 三日日販売される三日日みかん収穫は10月中旬から12月中旬で収穫後11月から3月の出荷時期までは貯蔵されている。マスコットキャラクターとしてみかちゃんがあり、広告などでみかちゃんマークの三日日みかんというフレーズを使う。地理学者の西原淳は3日日長が みかん産地として確立した要因について、以下の5点を指摘している。高品質で、市場価値が高い参が日のブランドが確立している、貯蔵みかんであるともせん、共犯体制が厳格である樹齢が県内では最も、若い町内の東海山公園には、山田やえ門加藤ゴンベ中川宗太郎の三恩人に感謝する、柑橘衝突費が建てられている。三日日みかんは、 生食だけでなく、機能性表示食品として、ジュースなどでも販売されている。ありがとうございます。